い、こんにちは、カニアンです。今日はですね、ナナちゃんと今日は撮影で、今日なんとですね、今日初めて会うんですよ。なのでちょっとですね、緊張してるんですけど、頑張って撮影していきたいと思います。じゃあそれでは早速行ってきます。はい、スタジオの下に着いたんですけど、ちょっと驚かせに行っちゃいたいと思います。今から誰かが来るらしいので、誰が来るかは知らされてないんですけど、待ってみたいと思います。緊張するよ。目をつぶりたいと思います。失礼します。こんにちは。これもう外していいの？分からん。どうすればいいの？はいはいはい。ゆなです。お願いします。お願いします。自己紹介しますか。はじめましてですもんね。はじめましてです。よろしくお願いします。お願いします。おかにゃんです。ゆなです。やばい。ちっちゃいね。何センチですか。142cm です。140ってすごい。久々に聞いた。わかりますか。わからないよね。何だったら今去年の夏にバズに入ったんですよ、はい、で今日ちょっと初めましての動画を撮るってことで、はい、どういう話普段メイクとかしてるんですよ、動画で。あ、YouTuber です。あ、はい、帰ったらもう撮ります。ありがとうございます。何歳？12歳です。12歳。20歳です。見えない見えない。58とか、うん、よかった。嬉しい。ちょっと縮まったね。じゃあ何年生まれ？2004年。あ、そっか。最近。そう、96年。2000ってすごいね。最近じゃん。北海道だよね。私北海道なんですよ。一緒。共通点1個。そう、1個目。あとなんだろうね。でもなさそうだね、年違うもんね。じゃあ好きな色。好きな色。せーので言う。せーの、ピンク。やったやった50点はすごい。今小学生にだんだん戻ってる気分。小学校6年生。はい。じゃあ中学校楽しみだね。卒業したもん。まだ。まだ。これから。これから。お互いのこともっと知ろうっていうクイズしようか。しましょう。しましょう。じゃあ、自分のことをクイズ出し合っこして、出し合いっこして遊ぼうか。じゃあですね、うん、最近ハマってること。最近ハマってること、ゆなちゃんが、最近の小学生何するんだろう。アイカツとかしてそうだね。しない、うん、なんだろう。私アイカツしてるよ、逆に。何して遊ぶんだろう。フラフープ。絶対そうだよ。絶対そう。今フラフープでしょ。エネルス。ス。ス。スフフン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 。スープカレー。ちょっと違っちゃった。スク。すくみずだ。すくみずでかだ。違う。すく、すく、わかんない。すくいーず。すくいーず。番頭と見せかけてみたいなやつ。いや、絶対わかんない。触ると気持ちいいってやつ。何それ。そんなのなかったよ。私の時なかった。動物。何の物体？物体？ストラップみたいなのに、うん、メロンパンとかついてて、それを触るとプニッてして。それがスクイーズっていうの。普段何して遊びますか？遊びますか？質問しちゃった。普段何してるでしょう、お家で。お休みの日。お休みの日、散歩。お家で。
あ、なんかそう、私の中で。やばいやつじゃない。ゲーム。あ、ゲーム好き。何のゲームするように見える？アイカツ。言っちゃったもんね、さっきね。違う。あったかな、ゆなちゃんの時代。動物の森とか。あ、ある？やってる。言ってる？そう、もう好き。牧場物語とか、そういうのも好き。なんか男の子がさ、バン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 って打つゲームしてるじゃん。そう、ああいうのもやる。モンハンとか。あー、にゃんって。にゃんってやる。猫が出てくる。あ、そうそう、猫出てくる、出てくる。みなちゃん何のゲームするの？スプラトゥーンとか。おー、意外。YouTuber だ。そっか、もう時代はWiiですもんね。生まれた時からゲームはカラーだもんね。ね。もう、あ、ゲームボーイとか知らないでしょ、じゃあ。白黒のね、このぐらいのね、ゲームボーイっていうのがあったので、昔はね、この今みたいにさ、電気がついてないからね、夜になったらできなかったの、ゲーム。そうだよ。そっか、じゃあ今の小学生はスプラトゥーンするんだ。うん。スプラトゥーンが好き。うん、楽しいよね。そう、でも北海道だもんね。うん、そう。でも今年少ないって聞いた。こんなんだよ。それどこから比べてそんなの？あ、私普段メイクしたり髪セットしたり、あと韓国語講座とかしてるのね。化粧とかする？アイラインとかアイシャドウくらいの。じゃあ私が最近好きなお気に入りのお化粧は何でしょう？コスメ。グロス。お、近い。すっごいね、集めてるものがあるの。リップ。お、近い。近い近い。いろんな色とか、いろんな会社のやつをね、ブワーって集めてるの。いろんな国とか。ちょっと去年から流行りだしたかなって感じ。赤い。リップなんだけど、もうちょっとね、お水っぽいやつ。聞いたことある？ティント。ティント。ティント。あ、ティント。ティント知らない。ティントっていうのがあってね。じゃあ今度あげるね、1個。そう、ピンクとか赤とかオレンジとかいっぱいあるんだけど、なんかこうリップって塗るじゃん、クレヨンみたいな、じゃなくてお水みたいのをね、染み込ませるやつ。口とか可愛いから使ってみて。勉強させていただきます。そんなやめて。あげれば懐くと思ってますか？餌をいっぱい与えるタイプ。仲良くなれて、これからよろしくお願いします。お願いします。あ、北海道行った時も遊んで遊んでください。はい、ということで今日 LTV を見てくださってありがとうございます。もしこの動画が面白かったなと思っていただけたら、チャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。